メルマガ早番一部遅番。なんだか日本保守党が評判いいですね。評判がいいというのは議席をそれなりに取りそうだと。一説には5議席いって政党要件それで満たすんじゃないかと言われていますが、4は硬いんじゃないですか。普通にまず河村さんね、いけると思いますよね。まあ名古屋では鉄板ですからね。まあ河村さん保守党と言っていいかどうかともかく、特別な関係にある方ということで、で東京東海近畿でそれぞれ1ずつで、南関東とか北関東とか都会を含んでいるところで1いったら確かに5を狙えなくはないかなと、いう数字ではありますね。ということなんで、保守党に何ができるんだみたいにね思う人が、従来の自民党支持者なんかだとそうでしょうけれども、この日本保守党、それから参政党も議席獲得いくんじゃないかと、でさらに令和新選組も伸びているという状況でいうのは、これはもう既成政党への不満の受け皿ということにつきますよね。で今回の選挙ですね、どういうふうに投票したらいいのかってそういう番組やりましたけれども、自分が理想とする正解を思い浮かべながら投票すればいいんじゃないですかっていうことで、これ遅番の内容になってしまいますよね。まさに私も有権者として誰にどの党に2票を、小選挙区と比例で1票ずつの2票を投じようかと。でいい意味でゲーム性がある選挙制度なんですね。いや小選挙区と比例で同じ党の候補入れてもいいんだけれども、別々に入れてもいいっていうところがまた妙味があるなというふうに思っておりまして、あえて名前ありませんけど、私ね A 党の A さんか A1 さんか B 党の B さんかで悩んでんですね。ついでに言うと C 党の C さんと三つどもえの選挙区なんですけれども、で本音を言うと、私がいるブロックっていうのは A 党の自分の選挙区から立っている人じゃなくて、仮に A2 さんとしましょう。この A2 さんを枯らしたいんですよ。ただこの A2 さんが比例復活狙いという状況なんで、どうしようかなと思ってる時に、となると自分の選挙区にいる A 党の A1 さんが小選挙区で受かってくれるんだったら比例が1議席増えるんで、比例代表でもその A 党に入れるという、これは普通の選択なんですよね。ただ A 党自体もね、そこまでいいか、ましてや A1 さんね、全く思い入れがない人なんで、どうしようかなって、 A2 さんの方に受かって、 A2 さんが自分の選挙区に来てくれたらね早いんですよねっていうことを考えた時に、 A1 さんも A2 さんも落ちるんだったら、小選挙区であえて B さんに入れて、A1 さんの席配率を下げて、自分がの選挙区じゃない受かってほしい同じブロックの A2 さんの席配率が上がる方を狙うという投票行動だってあるわけなんですね。でもっと言うと、私ね多分ね、そういう意味で A2 さんに受かってほしくて A1 さんの席配率を上げたくないんで、選挙区では B 党に入れて、で比例では本音の C 党に入れるかも、 D 党かもみたいなね、いうような感じですね。というふうにですね、選択肢がないと、うちの選挙区鉄板だ決まっているみたいなことを考えるよりも、比例代表っていうのはそういう選挙区で選択肢がない人のための救済制度でもあるので、比例で本音の党に入れると、ちなみにですね、こういうこと言うとね、お前はね自民党をディスりたいのかみたいな話してますけどね。いや、時々聞くんですけどね。いや、自民党だって比例は公明って言ってた人いっぱいいらっしゃいますよね。っていうことなんで、いや、なんで自公がなんで強かったかっていうと、選挙区では自民党、比例は公明っていうのをやってきたから強かったわけですよね。ということは、ルール上許されてることなんで、選挙区と比例を党を合わせるもよし、違う党に入れるもよしっていう、いい意味でゲーム性があるので、自分がいる選挙区で希望がないな、選択肢がないなって考えるよりも、自分の住んでる選挙区ではなくブロックで受からしたい人がいるかと
やね、もう実名出しちゃいますけどね、私ね、あの大阪に住んでたらですね、あ、絶対選挙区では立憲に入れなくて比例で立憲入れますね。いや、そら森山博之さんはね、思いっきりね、比例復活狙いですからね、みたいね、もうこれでもかと忖度だらけのポジショントークしますけどね。で、大体あの立憲のね、選挙区の候補者見てくださいね。いや、兵庫のね、伊坂さんとか立派な方もいらっしゃいますけどね。まあ本当、伊坂さんなんかはね、今の例で言うと小選挙区で受かってよみたいなことになるかもしれないんで、その兵庫一区に住んでる方は、まあ選挙区も比例も立憲みたいな選択肢、伊坂さんが落ちたらどうしようみたいなね、こともあるかもしれないですけど、まあ、あの私はね、森山博之の30年来の中ということで言うと、いや、森山さんに受かってくれるためには比例、あの小選挙区で絶対立憲入れなくて、比例では絶対立憲入れるみたいなね、これ一つの例ですけどね、私大阪に住んでないんでね、あえてね、事例として出せますけどね、みたいなことだって可能なんですよ。ということはね、あの非常に選挙っていうのは選択肢がないんじゃなくて、今の制度は非常に広がりがあるんだっていうことを考えてほしいな。で、私あえてね、実名出した部分もありますけれども、選挙なんて言ったって何も変わらないじゃなくて、やりようによっては未来を描けるんだという投票を推奨しているための番組でございますので、で、あえて森山さんとの関係なんて今更隠す必要もないんでね、もう鼻からポジショントークって断ってるわけですからね、今更そこでね、中途半端な公正中立なんて言ったって偽善にしかならないので、ということでご理解いただければ。とにかく私が言いたいのは、政治は自分の手で変えられるんだから、あの政治そのものに不信を持ってるから棄権しましょうみたいなことはやめましょう。私もね、本当期日前投票しないでギリギリまで考えようと思っています。少なくとも1週間前の情勢調査までは絶対あの期日前投票しないで考えたいと思います。で、この後の詳しいお話はクレアマジックメルマガで、月謝1000円払うと毎日6時メルマガが届きますので、ぜひ詳しい話、あと掲示板でですね、この前の選挙特番よりも詳しい話、あの、まあ、文字で残して いい範囲では最大限書いてますですね、まあ掲示板見て楽しんでいただければ、そこで質問していただければなというふうに思います。ではクレアマジックでお会いしましょう。日本には近代政党が必要だ。自分の政策与奪の権を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると、政府の力ってどんどん強くなっていく。で、そうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。